今日この日に新聞に掲載していただけて本当にありがたいです。何よりも力をもらえると思います。平野潮さんと一緒に過ごした素晴らしいひとときに、私たちも彼の魅力に再び惹かれました。彼のファンの皆さんが熱狂的なのも納得ですね。私もその気づきを込めて、今朝の読売新聞や朝日新聞にメッセージを掲載しました。ぜひ手に取ってご覧ください。デジタルハリウッド大学としても、 平野紫シさんの人気や魅力を認識しているのでしょう。彼の魅力は単に顔だけではありません。彼に関わった人はみんな彼の虜になってしまうのです。それは作為的なものではなく、彼自身から自然に放たれる仕草や言葉によるものです。彼のファンたちは彼が変わらず推し続けている理由を理解できるでしょう。驚くべきことに彼の友人は若い世代だけでなく、中高年の方々もいらっしゃるそうです。 そんな彼が愛されるのも納得ですね。今日、CM の撮影に携わった二人にとっても、このような素敵なメッセージはきっと嬉しい驚きでしょう。私もとても幸せです。そして、今日が彼らにとって素晴らしい一日になることを祈っています。また、彼の柔軟な対応力や表現力は非常に優れていると感じます。デジタルハリウッド大学が彼を起用したのも、その才能に気づいたからなのかもしれません。 彼はまさに一種の天才なのかもしれませんね。私も含め、たくさんの人々が彼に惹かれる理由は、彼の人間としての魅力にあると思います。彼よりも年上であっても、彼の生き様や言葉、行動に触れることで、自分自身の生き方を考え直し、より一層自分らしく生きようという気持ちにさせられます。紫輝くんの広告を見かけて、私もコンビニに駆け込みました。ラスト一枚を手に入れることができて、 本当に嬉しかったです。渋谷での広告展示や60秒 CM も素晴らしかったですね。スタヤや109が終わってしまった時の寂しさや、そしてドームライブ初日という新たな一歩を踏み出す日に、このような感動的なメッセージをいただけて、本当にありがとうございます。ドームライブ初日に、こんなにも嬉しいメッセージをいただけて、本当に嬉しいです。彼の魅力は言葉では表現しきれませんね。彼は老若男女から愛されています。 ファンの皆さんからのお褒めの言葉は本当に嬉しいです。私も早速新聞を購入しに走ります。本当にありがとうございました。平野史洋君を通して感じられたことに涙が溢れました。子供たちの明るい未来が見えます。彼らには失敗してもいいからたくさん挑戦してほしいですね。愛の進化が進むにつれて人間らしさを感じるようになってきました。 いつも愛情を込めて発信してくださって、本当にありがとうございます。私自身も、平野耀さんのアーティストとしての魅力や、人間としての尊敬すべき部分に驚かされます。笑顔の彼と合わせて、素敵な言葉をありがとうございます。温かい応援と広告、本当にありがとうございます。彼のパフォーマンスだけでなく、彼の人柄や考え方にも、尊敬の念を抱いています。 彼の持つ真の強さは本当に魅力的ですね。新しい環境で素晴らしい皆さんと笑顔で仕事ができることが嬉しいです。彼を起用していただけたこと、そして彼のぶれない信念を理解してくださり、本当に嬉しいです。渋谷の屋外広告もとても楽しめました。素敵な言葉と素晴らしい方々とのご縁に感動と感謝しかありません。本当にありがとうございました。 トンヒロウスの初日にこのような素晴らしい広告を出していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。早速、読売新聞と朝日新聞を購入しました。最強のエンターテイナーである平野志陽さんと、デジタルハリッド。